れは私から話を切り出すべきよね。ドゥオさん、話せるかしら。いいです。知らない教室をお借りしましょうか。ち、クセ君と一緒に会長選に立候補することにしたわ。ええ、マサチカ君の口から伺いましたから。別に後ろめたいことは何もしていないから、謝るつもりはない。そういうことですか。ええ、何も謝る必要はございませんよ。アリサさんに不満をぶつけるつもりもありません。選んでもらえなかったことは残念ですけどね。何でもないわ。愛していますよ。この世の誰よりも、誰よりも、様よりも、お父様よりも、私はマサチカ君のことを。アリサさんはどうですか。アリサさんはマサチカ君のことをどう思ってらっしゃるのですか。私、好きなんですか。ですか。好きなんですか。私は愛していると申し上げたのです。とおっしゃってください。好きとかはわからないけど、ことは渡さないから。ですか。とりあえず今日のところはその言葉を聞けただけでよしとしましょうか。ければアーリャさんとお呼びしてもいいですか。あ、構わないけれど。私のことはぜひユキとお呼びください。ユキ、なんだかとんでもないことを口走った気が。